青葉区は美しい街並みや豊かな自然が魅力の街。どんな出会いがあるか楽しみです。さあ行ってみましょう。子どもの国、多摩丘陵の自然を生かした広大な遊び場で、子どもから大人まで一年中楽しめます。浜梨、農業も盛んな青葉区。梨の花は区の花で、マスコットキャラクターのモチーフにもなっています。街路樹、青葉区は市内で街路樹数第1位。身近な街路樹から季節の美しさが感じられます。多摩プラーザ駅周辺、駅周辺には商業施設が多く、買い物や食事のほか、冬はイルミネーションも楽しめます。江古田太陽公園、ローズガーデン、地元の方が中心となり手作りで作ったバラ園、訪れた人を目と香りで楽しませてくれます。寺家ふるさと村、八戸田と呼ばれる水田が幾筋もあり、昔ながらの田園風景が色濃く残っています。美しい街並みや豊かな自然が魅力の青葉区ね。行ってみたいとこあったでしょ。